ジャスな曲ですねすごい,いつ、いつからあるんですかこ,これはね、私の記憶が正しければ、今はちょっと僕、夜立ち並みでいろいろ健康問題抱えてるんでね<っ>あ、朝生はしばらくドクターストップで出てないんですけど、<っ>昔、バイト出た頃に結構、吠えてたもんだから、はい、右、左、泣き倒すみたいな。 勢崎さんが応援するダめに作ってくれたんだけど、はい、メグっていう吉祥寺にやっぱりこういうライブやってるところで、はいはい、僕私が行った時に、はい、たまたま事前に言わないで行ったんだよねサプライズで、えー、そしたらその時彼が即興でね「吠えろ、ー、達夫」でやってくれたんだけどもともとは何これタリバンを <laughs> 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 じゃあった<笑><笑> <laughs> その時ですよねそ,その時以来、はい、ありがとうございます <laughs> <laughs> その時以来聞いたと。その時から二<奏>回目かな。<laughs> あ、そうですか。すごいですね。何年ぐらい前？十年ぐらい。そんな前だよね。四 <laughs> 年,年前、七年前。二三年前。一二年前ぐい。うん。1> <laughs> 1さて、結構あの,あのこの頃僕やっぱ頭にくること多くて。失敗しちゃったこれ。<laughs> 困りましたねどうされるやっぱりあのー、ひ表現起、あのー、怒ってることをおお怒っちゃう、ね、え、あのー、それを聞いてる人は萎縮しちゃうしあのー、もうころころあんまり言わ,言わないようにする。 で、沈黙もね、あのマイルス・デイビスみたいにあの、沈黙するのもいいかなと思い始めたんですけど、どうでしょう、この <laughs> <laughs> いやぼ、僕もものすごく陰鬱でね、あの、もうなんというか、今日実はね、山内郎さんがこう来てらっしゃるんだけど、か彼女は、<laughs> そうそう。<laughs> 1まあ一人、政治正解では頑張ってね、立憲的会見ってやってるんだけど、それに対するバッシングもひどいのね、でも憲法問題に関しては、もうどうしようもないかなって、非常にもう日本って国はやっぱりダメなのかなっていう気すら今、してたところが、今日はすごくハッピーなんですよ。なんでか分かりますか、皆さん、アイルランド、日本戦、ご覧になりましたワールドカップラグビー。 僕はリアルタイムでさっき4時から6時まで見てて、アイルランドってご存知のように、今回のワールドカップあの開催前は世界1位ですよ、開催中にもう一度リーレーティングされて2位になったけど、そういうトップクラスのチームに、まずボロ負けするだろうとみんな思ったよね、点差をいくらに縮められるかぐらいだったけど、なんと19対12で勝っちゃったんです、これはね、僕は2つの意味で嬉しい。 1一つは、ありえないと思ったことがありうる Anything can happen、ね、もう1つは、私、もともと球技下手なんだけど、息子2人がサッカーやってたもんだから、それでサッカー見ることになって、ついででラグビー見たんだけど、サッカーのは汚いのね、あることはね。でもラグビーは本当綺麗ね、特に日本のラグビーは。で今回 アイルランドは2トライ取った、で、日本側1トライだったけど、アイルランド側の反則で、ペナルティキックで日本は相当点数を取ったんですよ。非常に愚直でまっすぐで,で、綺麗なラグビーをして勝ったんですよ。これはね、ちょっと強引にこじつけるんだけど、今の日本って国は憲法の問題真面目にも右も左も考えないから、ありえない、もうこれは。と思ってたら、いや、もしかしたらありえないことがありうかもしれない。しかも 山尾さんとか私とか石崎さんみたいに、ある意味でまっとうなことね、もう筋をただ通してるだけなの、変なこと何も言ってないけど、それが通らない、しかし、筋を通してれば、いつかはそれがちゃんと通る日が来るんじゃないかなっていう、そういう希望をね、日本ラグビーチームがね、今日持たせてくれました、で私、今、非常にいい気持ちです。 うん、負,け負けてたら違ったわけですねよかったかよかった <laughs> そういや何かにそ理由を求めるけれどそこで復活する何かが起きたっていうことですよねです何でもいいのかもしれないですよね、うん、もしかしたらだから大事なのはこれはもう希望があるかもしれないっていうことだっていうことですよね、うん いやま、負けてても前線すればね、うん、そんなにめげてませんよ、うんうん、今ほどハッピーじゃないかもしれないけど、うんうん、もうちょっとそうそう、つまり自分と重ねているっていうこと自分というか、我が日本の<い>将来と重ねているんですね。うんうんうん、そうじゃあ、着々と進めていきましょうじゃないですか。はい、はい <laughs> 希望を持って、伊勢、ええ、崎さんもが希望を持って,って <laughs> あの何から言おうかなっていう。あのねあの、だからね、あの、あのなんつのかな、つまりあの、あのねえあの、次、多分曲やるのはね、あの「ライト・トゥ・リヴィン・ピース」っていう曲をやりたいと思うんですけど。 これ直訳するとあの平和「平和に生きる権利」ビクトル・ハランの曲なんですけど、まあ、日,本でう日本流に言うと憲法で保障している平和的生存権のことなんですよね。ねでほらあのこれと9条を結びつけて、えーねえー、議論してるっていうあの変な人たちが僕は一部の人たちだと思ってたんです実は。 ところがあのひょっとしたことで僕はあんまり文献調査とかやらないタイプだからあの日弁連のホームページ探っててみたら2008年ぐらいに出した組織ぐるみなんです、実はです、ね、あのいわゆる平和的戦争権が日弁連が言っていることは世界人権宣言の人権を 先駆してると日本,、えー、日本の憲法が、ね、だって人権宣言はその後ですからね憲法ができた後後だからだからこれは世界の人権を先駆するものでつまり人権だって言ってるわけですね。でそれを具体的に、えー、実現する方法として9条があるっていうふうに宣言しちゃってるんです。 ところが9条で問題になっているのは国家のの自衛権の話じゃないで <laughs>、ね、で僕らはほらあの現場にいた人間じゃないですか。で人権侵害をや野党を見てきて,見て,きてそれを何とかするために結構あの、まあ、お金もちゃんともらいましたけど命を張ってたああの自分、まあ、一応キャリアは誇自分なりに誇りには思ってるんですけどもね,ねあの自衛権というのは国家の暴力なんですね。 でしょその国家の暴力を正当化するためになぜ人権を使うのかってそこが真逆の,あの,あの発想なんですねあの国際我々の良識から言うと考えられないよね。でこれを言ってるのが一部のね変な憲法学者だけだと思ってたら組織ぐるみだったんだって僕あんなに仲良くしていた日弁連の人たちが実はそれを当たり前と思ったって気が付いて。 それが先々週だったんですけどすげえ落胆して自分なりにこれでまあちょっとした記事を書いたんですけど <laughs> 現代ビジネスにこれね、えー、井上さんこれやばいや,やばいあの日本に人権という概念が多分多分ないんでしょう多分もうそ,うそうするとそうするとあのおご存じのように日本政府はね唯一あの球場の下で 軍閣ができる,するための方策これはホームページにもいっぱいね政府のホームページに書いてあるけど平和的生存権が9条の自衛権を正当化し自衛隊の存在を正当化できるんだってそういうスタンスでしょまさかそれを日弁連が追認してると思わなかったの僕よかん、うん、お俺ねもう <laughs> どうしようこれ,なん,かこれななんかいきなりこう <laughs> 法律家的な議論になって。<laughs> あ,あのね伊勢崎さんって、ほらああのねあのね国連のね、えー、ミッションを帯びてアフガンとかそれで武装解除だとか実践かっていうイメージ強いけど私以上に法律家なんですよ国際法に関してね今の議論、ものすごくテクニカルな問題が、ね、いろいろあっていきなりそこから入るとまあついていけないと思うんだけど。だから あのさっき一言、変な憲法学者だけじゃなくて、日弁連までって言ったけどね、一言だけ言うと、要するに人権、昔、平和的生存権って言った時は、むしろ、救助の精神に戻れみたいな人が言ったんです要するに非武装中立、自衛隊持たない、安保も廃止って、変に戦力を持つから、かえって戦争に巻き込まれるんだからってで、で、平和的生存権って、他の国々に対して、 私たちは、すっぱだかでいるから攻撃しないってことを要求する、そういう意味だったのが、今、意味は変わっちゃったんですよ。前、まあ、いろんな文脈で私、言ってきましたけどね、あの今やあの60年安保闘争までは、いわゆる護憲派は非武装充実、自衛隊も安保も反対だったの。とか、安保闘争が終焉した後その後はいわゆる専守防衛、個別自衛権の枠だったら、自衛隊安保は OK。 というふうふ語源はもう変わっちゃったんですよ。いいですかで、いやこの前ね、西国分寺、きょ西国分寺駅共産党の運動員たちが、ピンク色のビラ配ってるのよで、安倍政権批判して、ね、相変わらずその戦争法案とか批判して、憲法を守れとか言ってるの、であの60前後ぐらいの女性が私にピンクのビラを、私が何者かを知らないで <laughs> あ配ろうとしたから。 あなたね、共産党の市委員長がね、自衛隊 OK だって言ってるの知ってるって、しかも日本人の圧倒的多数がいらないと思うまで自衛隊 OK だって言ってるんだよ、違憲だって言いながらったら、その女性、なんて答えたと思います私に、自衛隊が必要なのは当たり前じゃないですかって私に言ったんですよ。で、僕はそう、え君たち、自衛隊憲法違反って言ってるんじゃないのって言ったら、詰め寄らないでくださいって。 いや、詰めようってない、あなたが逃げようとするか、私はちゃんと言って、いや、こういうことなの、要するに、護桂の実態っていうのは、戦力 OK なんですよ、それでもね、それまでの護桂犯はね、いろいろ違憲だけど、違憲だ、違憲だということで、あんまり大きくしないようにとどめられると、専守防衛の枠にとどめられるとか、あるいは専守防衛、個別自衛権の枠だったら、これは戦力じゃないから OK だとか、自衛隊あくまでもフルスペックの軍隊にはしないんだとか。 こういうことでごまかしてきたの。ところがね、最近の語源派は、さっき伊勢崎さん、あんま言わなかったけど、あの木村壮太、私の授業を真面目に聞いてた、彼が、なんとね、憲法9条、特に2項ね、陸海空、その他の戦力、その他の戦力っていのは、いいですか、sea, land and air forces as well as other war potential。これ、伊勢崎さんよく言うけど、war potential ってのは、 戦争のために使う潜在的な可能性を持ったすべての実力ですよ、それ持たないってはっきり言ってるのよで、この英訳はそのまま内閣府のサイトに出てますから、今や政府が公式に採用した英訳ですよ、わかりますだから、9条2項は明らかに、9条1項について解釈が分かれるけど、自衛のための戦力が持てるって解釈を余地に残しているとか言われていますが、9条2項で一切の戦力は持たない、戦力も行使しないってはっきり言ってるの。 で、そのことを、この木村君のような人たちは認めてるのよ。ねで、にもかかわらず、驚くべきこと、ここだよ。これから最,最初、伊勢崎さんが言ったことがで、がくんだけど、憲法13条ってあるわけ。これね、皆さん、13条って言われても分からない人多いからね、ちょっと宣伝を兼ねてね、<laughs> さっき、そ,のそちら、CD を宣伝されたから、<laughs> はい。あ <laughs> ここ,これ、映して。 あの伊勢崎さんと僕と,あと伊勢さん顔が隠れここにさっき朝生の話したけど田原さん3人で提談してね脱俗国論でこの本、うん、でもうそのことをいろいろ議論したんだけどこれの本はねいいことは提談の中身もレベル高いけどちゃんとね後ろにね 文書で言及する憲法法令等という治療史はついています、皆さんが知っておかなきゃいけない基本的な法令、難しいことじゃないんですよ、憲法の条文もそうだけど、自衛隊法なんて皆さんあんまり読まないでしょ、皆しかし自衛隊の法で定めてること、を嘘ついてる学者がいっぱいいるわけ、彼らが言ってること、嘘だよというためにわざわざ法令を載せてますから、今日の話でも後で触れますけど、でここにも憲法13条載せてます、なんて書いてあるか、言いますよ。 あありがとう日本国憲法13条、いいですか、すべて国民は個人として尊重される、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利,国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法、その他の国政の上で最大の尊重を必要とする、これ、要するに、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を保障している人権規定ですよ。 戦力なんてて一切触れなないでしょでなんと驚くべきことに、木村君は、9条2項が戦力の保有行使を専守防衛個別意見の枠内でも禁止しているということを認めながら、戦力に一切触れてないこの13条の人権規定が戦力の保有行使を解除してる、禁止を解除してる。こんな人権で、ね、いいですか、9条2項の戦力の保有行使に対する明示的禁止を。 人権規定の勝手な読み込みで解除しちゃってるんですよ。こんなことありえないでしょ。これ、昔、平和的生存権で言ってた人たちも、まさか人権が、ね、戦力を正当化する論理に使われるなんて思ってもいませんですよ。でこ僕はあの、この木村ってこの問題かなと思ってたら、今や日弁連もそうだと。これね、で皆さん、今やいいですか 人道,的あの人道的干渉とか人道的介入って言葉ね、ヒューマニティアリアン・インターベンションってありますよね、の多くのお国家間の戦争よりは、いわば国内が内乱とか、そういうことで破棄で自己投資能力が半ば打ちかけになったところに対して、そこの民衆を保護するとかいう名目で、様々な武力干渉が行われるわけです。 しかしそれは介入主体のご都合主義的な利害で振り回されてかえって事態をひどくしたことがあるわけですよ。例えばイラク戦争で記憶のなったらしいとあれ最初は大量破壊兵器の開発保有だというデマでしたね証拠は一切あがらなかったそこでブッシュ・ジュニアの時は口実を途中で変えてフセインの独裁からイラク国民およびクルド人のような少数民族を保護すると、まあある意味で人道的介入の論に変えた。とか 結局これやると何になるかというと、救済すべき一般の民衆をいわゆる不随的被害と称して、えー、巻き込ませて死に殺しちゃうわけですよ。あの通じた方がいいね、私の世界正義論って本なんか、今日は宣伝に持ってくればよかったと思うんだけど、にも書いてあるけど、イラク戦争でね、アメリカはね、 指摘率で有名なノベーションを取った学者はまだましな方だけどもう3兆ドル以上は使ってるからやめとけって言ってこれも虫のいい話だけど人的被害に関しては兵士が4000人それからいわゆる軍属うあるいはコントラクターが1000人ぐらい5000人ぐらいなのそれは言うわけじゃあイラク国民何人死んだと思いますこ WHO の推計で15万とかやるで 分かんんないんですよで一番あの控えめだけど確実なのは、あるジャーナリストの,あの国際的な NGO があって、一人一人、個人が同定したものだけあの数をカウントしていく、その人たちでも10万以上超えてる、まあ、ほとんどは非戦闘員ですよ。要するに、フセインの独裁から救済すると称した民を勝手に殺しちゃってるわけですよ。要は人道的干渉っていうのは、干渉主体の実はイラクの石油利権が欲しいだとか。 こういう連中の地政、まあ、学的なエゴだとかそういうことの格好の隠れ芽なんですねだからもう人権を使って武力干渉だとかあるいは自分を国の守るためだとしても戦力の保有自体を憲法が禁止しているのにもかかわらず人権のために OK だなんてこんなことを護憲を称する連中しかも人権尊重を称する連中が今言ってんですよあ俺,俺今日さっきまでハッピーな気持ちだった、ね、だんだん <laughs> 伊勢さん言うことが、ね、短くて難しいから、私はいつも解説役やってるいです。質問していいですか、私も質問していいですか、木村壮太さんがそう言ったのはいつで、それは木村壮太さんから始まったことなんでだから今の話では、あいいですか、あのそもそも、ご憲派の立場で救助変えなくていいっていう論理としてじ、13条あるから、九条はいくら禁止してオも OK、無視すればいいんだ、13条でて、これははっきりとたの木村君だろうな。 彼が言い始めたのはいつかは知らないけども、えー、と僕がびっくりしたのは2016年の5月3日憲法記念日に毎日新聞の,あの論点というところで、ご、え、憲、ー、派の人と私との対談ということで頼まれたから僕行ったら木村君が来たのもかん何でうかなと思ってこんな若い子はと思ったらご憲派の学者、樋口陽一から長谷部から何か全部断ったらしいよねで彼だだけがそういうういいの出出たたから出てきたんだろうね。 それまで僕はあの木村君の言ってることをそんなに真面目に受け止めなかったんだけど、そこで、えーと思うような13条来たわけよ、しかもまあ、ね、それをあの正,正,正,正当化するために使った他の論理、憲法35条との類似だとか、もう法律家としてめちゃくちゃなこと言ったわけ、でだから僕はその時はね、まあ、こんなめちゃくちゃなやつは真面目にも相手にしない方がいいと思ったの。 僕が真面目な相手にするとそれなりに重要性がある人物だと思わせちゃうから、ね、しかも言ってることははっきり言うと、極右派自身が起こるべきことでしょ九条なんか無視すればいいって言ったらこれ、高派の会見論よりもひどい話ですよところが極右派の連中までね九条が変えなければいい変えないという結論さえ指示してくればいいってわけで彼を叩くどころかチェアをやし始めたで一番僕がショックだったら あのテレ朝の報道ステーションで、あのー、終わった後ちょっとあの関係者が私と飲みたいって言っと,いうとそこで、まるで木村説が今や憲法学会の通説であるかのようにね、ジャーナリストとかメディア関係者を思い込んじゃってるわけよ。<ー>これはちょっと捨てておけんなったわけで、それいつでしたっけそ,、うん、それはだからきょきょ、17年頃かな、それでこの本の中で、その木村説が。 法学説憲法学説、以前の法学説していかにめちゃくちゃかってことをこれ言ってました。ね、でしかもね、その話は実は今、日弁連の話されたけど、実は13条使って戦力の保有行使を容認するよりはむしろ拡大を正当化するというロジックは安倍政権が安保法制で取っちゃったんですよ。それをね、実は日村君は、村君 後憲派の側にうまく借用しようとした安倍政権は集団的自衛権の解禁まで OK だって言ったけどあ13条で正当ができるのは戦手防衛までだっていう形で言おうとしたのね。とか一旦九9条2項が明示的に戦力の保有行使をあれだけはっきりした言葉で禁止しているにもかかわらず13条で解禁できるとなったら、ね、それが選手個別的自衛権の枠か集団自衛権の枠なのかったうのはもう関係ないどっちみちめちゃくちゃ議論だから。僕はこくくそ鼻くそ鼻笑う式の あの暴論だって言ってたんだけど、ちょっとそのことも私の私は勝手に言ってないで法律に書いてあるからいいですか、いいですか、これ大事なこと、はい、これ、この本、お得だよ。<laughs> <あ> <laughs> 続国脱、まあ、続国論、これは僕のね、これも宣伝、これはちょっとアカデミックな本、難しいというのうに思わないかもしれないけど、わってしかしわか,かりやすい言葉で書いて、よりあのする細かい説明をしております。 <で>実主義という立て、はいうてはで今のね、東京大学出版会安倍政権が13条利用しているって話ね、あの安保法制ってあるでしょ、安保法制って一つの法律なんて、いろんな法律、あるいはその改正案の複合体いうわけだけど、一番そこで問題になったのが、今まで保守政権ですら専守防衛個別政権の枠だと言ってたのが、集団的自衛権の部分的解禁を認めたと言われてるね。そのお 問題になっているのが、自衛隊法76条です、76条を改正したんです、そこに、えー、自衛のための、これ、防衛出動というんだけど、防衛出動の場合は自衛隊はちゃんとした戦力として使えます、その時の要件ね、として、一項と、今まで一項にあたものじゃなかったのが二項を付け加えたんですよ。 一行に当たってるのは、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態、または我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認めるに至った事態。これは、まあ、個別意見なのよね。で、次に2項を付け加えたわけ。これが安保法制の一番要になるところね。2項を読むよ。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより 我が国の存立が脅かされ、次、国民の生命、自由、および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態。出てきたでしょ、う。国民の生命、自由、および追求の権利、これが集団的自衛権解禁の正当化論理に、憲法13条のこの言葉は使われてるわけ。木村君の,のとったのは、女のをやろうとしてるわけ。 これいかにひどいかということは、人権規定を戦力の正当化に使っちゃったら、もうなし崩しですよ、これは。そ,のりそれでね、なんか嫌な予感がしたんで、えー、こ,れこれは先々週ですよね、あの五憲派の集まりに京都に呼ばれて、これはガリガリの五憲派で、キリスト教系だったんですねで、その時初めてなんですよ、ちょっとね、あのー、講演を始める前にね、一つの文章を見せて、反応を見ると。 これ冒頭で,ですよその文章っていうのがちゃんと壁に移してよく読んでくださいねって、えー、あの時間をかけて読んでください理解してくださいねってそれで、えー、手を挙げてくださいみたいな、ね。その文章もう一回言いますよ今、ね、皆さんにね,あのね日本人の人権は大切だからそれを守るために日本は自衛権を行使できるわかりますもう一度言いますよ <laughs> 日本人の 人権は大切だからそれを守るために日本は自衛権を行使できる、ね、これ三択当たり前だと思う人絶対違うと思う人なんか引っ掛けっぽいのはでも分かんないっていう人はうですよ、ねね、どのくらいの人が手を挙げたと思います30人ぐらいここのぐらいだったんだけどな何に対してど,どの選択肢四国当然,ああ当然そう 半分以上でした。五件はなつまりですよ。それも活動家です。で、全員年寄りでした。<laughs> で、後の若い世代ってのは若、わか、大体、あの、どっちとも言えない。ちょっとわからない、引っ掛けっぽいなみたいな感じ。でも、明らかに、これはいけないんだっていう。子が3人で、全部若い女性でした。そのうちの1人は、小学校2年生。そう、若い女性。 ほん聞いたんですよその女の子にどうしてこれいけない,い,けないと思うの中学校2年生い、ね、いけないと思うのって言ったらあのもじもじしながらだってそれすぐ戦争になっちゃうそこに認めたらこれが正しい理解なんです本当は人権のねねっ護憲運動やればやるほど人権感覚なくなるんですか国家の暴力から人間を救うためにできたんですよね でしょ <laughs> 人権はこれ渡辺さんのことだけど自分の人権を考えることは人権じゃないんですよ自分と違う人のことをかん人権を考えるのが人権ということなんですこれでしょ国家を取っ払ってそれが世界人権宣言の人権なんですそれを国家という枠組みでしか国家が主語になっている <laughs> 自衛権とどうしてそれが結びつくんですかそれは国家の暴力でしょそれ国と 個人の距離がなさすぎるなと思って、これじゃあ,あの戦時中の天皇がお父さんで国民がその子供たちって言ってたことからあんまり進んでないんじゃないかなって。これさ、まあ若い子しかもう,だもうダメかなもうこれ <laughs>。多分ねあのー、やっぱり人権宣言美しいから。 美しいと思ってなんかねそういうことを経験して国際協力に目指すとかさそういうその特化かからやっぱり人権宣言だと思うんですよね,ね世界のためにみたいなね,ねそれがどんどん日本でね、えー、変なことやってぐちぐちやってるとどんどんこんなふうになっていって今もう日弁連が2008年あとあ見せてやってください宣言平和的生存権と憲法9条の抗日的意味を 宣言するみたいなこ2008年ですよこれ2008年の日弁連という署名のある宣言。そうそうそうこれさ、これで日本政府とさ、9条の下で軍拡してきた事情も全くついにしてるじゃないこれ。で、今は今先生言われたようにね、安倍政権の安保法制がついに集団的自衛権のために人権を利用しだした。なんかこれが2008年ってことは。 木村太さんよりずっと前ですうもう,か<ら>もう、ね、だからもう組織ぐるみね組織ってどこが組織ののの放送会です放送,放送会まあ日弁連、まあ、弁護士の組織っていろいろインディペンデントなので日弁連も全部ではないんですよねきっとねきっとというか日弁連じゃない団体がありますから、うん、どうしましょうか と,いいとりあえずこれをね相談したい。なとかやっぱり日米日弁連のね、あのう人にちょっとちょっと反省していただきって、ちょっと賞金に戻っててじゃないところでさ、どうやってすまあ直していきましょうっていこのこの政権に反対するんですか我々。そうですあのうち,ちょっとまた話が難しくなってると思うんだけどね。あの人権と戦争ということの関係ね。はい。 今日そこから入っていくかな、戦争を正当化する論理として人権って言っておかしいわけよね、自分の国民の人権を守るために他国民を殺していいってさ、しかも非戦闘員に巻き込まして殺してもいいとかさ、うん、これ、人権じゃないでしょ、うん、おかしい、日本人の権利を守るために、うん、ね中国人を殺せっていうのは人権じゃないじゃん、これ。うん、だから、人権が普遍的な価値。 だとしたら、特定の国の国民の利益とかいうものを超えた何かでなきゃいけない、うん、そうすると、自国を防衛するために仕方ないから戦力を行使する、そのための、それを正当化する論理じゃないのよ。うん、自国の防衛のために、ね、国民を保護するっていうのは人権一般じゃなくて、あくまでも日本なら日本という政府が自分たちをををが守る義務がある日本国民の利益を守るために行う。 暴力のの行使なのじゃあ人権はどこで出てくるかというとこれはまあねえ石崎さんの本の中にも難しいことだと海戦法規と公戦法規という区別あるよね海戦法規っていうのはあのちょっと我慢してねあの国際法ではユース・アド・ベルム戦争への権利ないし法というわけ戦争に訴えることが正当化できるそういう原因を示す法ねで昔はね あのえー、いや、悪しき体制を破壊するためにやっていいとか、あの十字軍だとかいうのがあって、うん、それに反対、えーさすあの、その結果、非常な血で血を洗う宗教戦争とかいうのがあったが反省して、その後、無差別戦争観ていうのは19世紀まで、17世紀から19世紀確立したんです、この時はもう戦争開始原因の政府制はどうでもいいと。そんなことと言うとかえって えー、邪悪な宗教に染まった国家を滅ぼすためにというね狂信からあの、えー、流血が起こりやすいっていうので、うん、それよりはもう戦争は国家と国家の間のいわば決闘だと、うん、ただし文明の作法に従って決闘のマナーがあるとそういうものを公選放棄と言ってたわけよ戦争開始原因の政府制改戦放棄は退いて公選放棄 戦争遂行の仕方のマナーね、その中で、非戦闘員を無差別攻撃しちゃいけません、戦闘員だとしても、降伏した兵士は捕虜として人道的に扱わなければいけませんとか、それから中立の第三国を勝手に侵略していった方が、敵国を滅ぼすのに、都、え、合、ー、だからっていって、勝手に中立の国に迷惑かけちゃいけませんとか、こういうのが公選放棄。 これが中止になったでしかしその後、やっぱりこあの第一次世界大戦、これは国益のために戦争もカードを使っていいという無差別戦争感が結果的にはやっぱり帝国主義と帝国主義の戦争をもたらしたから、その反省でもう一度、開戦放棄、しかし昔のような何か邪悪な体制を滅ぼすためにやっていいという、こう私の言う言葉でいうと積極的政戦論だけど、それはやめて、その代わり僕の言う消極的政戦論ね。 基本的に戦争はいけない国と国との紛争とかそういうものを解決する手段としてあるいは国益追求の手段として戦争というカードを使っちゃいけませんただし唯一戦争に訴えることが正当化できる場合があるそれは自衛のためだとこれが消極的政戦論といって、えー、いわゆるパリ不戦条約で1920年代からあってそれが今の国連憲章に継承されているわけですで じゃあ、さっきの話戻ると、この海戦放棄については自衛のため、自国民、これは人権じゃないんですよ、その国の国民の利益を守る政府の責任、じゃあ自衛権、人権はどこで効いてるかというと、この公選放棄のところですねて、鉄国民といえども、非戦闘員を無差別に殺しちゃいけません、付随的被害と称して、勝手にどん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 やっちゃいけませんってところで、自国民か、鉄国民かに関係のない。 人権って概念は戦争を戦闘正当化する論じゃない、戦力の保有行使を正当化する論じゃなくて、やむなく自国民の保護のために、戦争という暴力行使に訴えなきゃいけない時ににも、他国民といえども、他国民の人権は守んなさいよというところで聞いてくるんですよ。ところが、日本の今、5右派と少数連中は、9条2項が明示的に禁止している戦力の保有行使を OK だ。 戦力を保有行使して OK だというためのロジックとして人権を持ち出してきてる。これが国際法上もひどい話なんですよね。うん、ねの、あのーあのー、必要最小限ということが出てくるわけですね。ねでこれは、これは政府の見解でもあるわけです。つまり、えー、これは政府の見解ですよ。これはもちろん、あその後で日弁連が追認してるわけだけど、ね、政府の見解というのは、えーねあのー、日本国民の平和的生存権に、 9条で許される自衛権が制限されるからそれを守るためにだか,だから侵略とかしないで、ね、守るからだから自衛隊が何やっても日本の戦力が何やっても必要最小限になるというね必要最小限なら自衛権は容認できるとす、まあ、書いてあるそんな国際法どこにもないですよ必要最小限だから、ね、武力の行使を容認にするなんていう国際法はどこにもないですそんなもん。 今言ったら海戦すよね海戦するためのこれは攻撃を国家が攻撃を受けた時です。個人ではなくて。だから殺人事件は海戦の動機にはならないわけ。国家がこう攻撃されなきゃいけない。それしかないわけ。あとは,あとは国連がみんなでやろうというだけ、ね。その時しかないそれが現代の海戦法規。これ国連憲章51条でありますけどね。必要最小限というのは、さっき言った,っ言ったように。 ののの方なな必要,最,、ね、必要を最小限に留めるってこととめこねつまり、公戦のルールを、公戦の制限されるルールを、海戦法規に持ってきてるわけ、日本の場合ね。ね驚くだから、これを日弁連が追認しちゃってるわけ、救助を守るための理由として。これさ、分かりますつまり、海選を置くと公戦法規がごっちゃにしてるんで、ごっちゃになってる。 もうあの自分の人権がだしに使われてるから恥ずかしいからやめてくださいって言わないといけないってことですよねあ,あとね、<laughs> 皆さんあの法学者だとか法律家の言うことを信じちゃいけません <laughs> 東大法学部の教授が言うんだから <laughs> あの憲法学者いいか減なの多いと思ってたでしょそれはわかるでしょでも憲法学者じゃないの法学者それから弁護士だもんものすごいひどい。<laughs> あの 彼らは、ね、基本的に、ね、あの法律っていうのは自分らが勝手に好きなように操作できるものだと思い込んでる<ー>、まあ。この話すると長くなるからねあの憲法学だけじゃないですよ民法学とかそういうものでももう勝手に、ね、法学者が自分たちの勝手な価値判断に下がって法律の文言の意味をもう自由にねじ曲げてるってことはいっぱいあるわけ。 結局、彼らは、俺たちは偉いさんだから、俺たちの権威、専門家たちの権威に従いなさいって言ってるに日本だけですか、それとも世界中そうなんですかいや、世界的にもそういう形でほあの、法律なんてなんてどうでも使えるという,う,いうことをやってる人たちいますよ、うん、他方でそれだからこそ、牢屋なんていい加減だって批判もものすごく厳しい、アメリカでは牢屋って全然あの信頼されてません。 お医者さんは信頼されてますけど、最も出すべきあの職業の一つですで。私は前から言ってるけど、あの日本医師会ってのは悪辣な利益団体だよね、開業医の既得権、日弁連とはそれ以上に悪辣な利益団体です。なぜでか分かりますかなぜでか分かりますかあのロースクールがね、めちゃくちゃになってなんか大学が悪いかのように言ってる全く違うの。 いくらロースクールなんかやったところで、司法試験制度を改革しないとどうしようもならないわけ。とか、司法試験制度を改革のためには、アメリカなんていうのは、あれ、資格試験ですから、数量規制ないですよ。一定の基本的な能力がしませば、どこでも週ごとだけど、バーエクザムっていうのは簡単に取れちゃうののヶヶ月か3ヶ月まあその。の 州法あの暗記するためのことをやればねなんかニューヨーク州弁護士資格を持ってますなんて言ってるからそんなもん誰でも取れちゃうんでちょっとやればだからといって仕事できるかとできないの本当の競争は資格を取った後自分の職能開発職技開発にずっと勤めて初めてできるわけアメリカでは5万5千に毎年通りますが、うん、複数の州で、えー、同時に通っちゃったやつもいるから4万5千とは10年ぐらい前言われた。今でもいいけどこの連中が全部行くの嘘です その競争で資格取ったら淘汰されてやっていくわけですよ。それだったらいいの。そこで、ロースクールで教えることはもっと基本的な問題解決能力とああいうことだけ教えればいいわけ。そで、そのロースクールでそういう高妙な理念を学んだ人しかバイクザムを受けられないってことはやってればいいわけ。アメリカも基本的にそうだけど、まあ、カルボニア州だけはロー,行かなくてロースクール行かなくてもっていう例があるけど、それは例外です。ところが日本はもうひどい話、司法試験の水量規制をそのまま残してる。 かつて2000って言ってかもっと減ってる。これ、何のためだと思いますかそれは弁護士が自分たちの競争相手を作らない。ギルド的な河川権益、独占権益を守るため。その結果として、一旦資格を取るまでは狭きもんだから、司法試験は。一生懸命勉強するけど、取った後職食開発、食能開発のために一生懸命やるっていうあれはし,しないの。それでも食えちゃうわけ。で、 お医者さんは開業医になったら、やっぱり日々の医学、勤務医と違って離れてる、勉強してないと、いい加減な治療したら、患者死なせちゃったりとか、治る病気が治らないとか言ったら、医療過去で打たれたりするでしょ、弁護士は勝てる訴訟を負けても、若いでもっと取れたとしても、ごまかせちゃうんだよ。で、日弁連で人権派とか勝訴している連中こそが、こういう既得権益にしがみついてるんだよ。 もう言いませんけど、予備校して稼いでるご犬あの有名な弁護士がいっぱいいるわけ <laughs> だから彼らははっきり言うけど、法律家としての能力もないのこれはもう,もうバラ色が僕は弁護士から叩かれること覚悟で言いますけどあのね、アメリカだってローヤーはねそんな訴訟をやりたくない。だって訴訟をやると 結構リスクがあるし、時間かかるし、お金かかるでしょ。だから基本的に、和解で済ますために、紛争の両当事者の代理になる弁護士同士が話し合って、まあ、この辺で、ね、和解にこぎつけようとやるわけだよ。とかいろいろあったけど、あっ、ほかはまあ大体合意できない、ここはどうしても合意できませんね。じゃあそこで、Let's go on the trial。これは裁判でいこうと。そうすると、もうその段階で論点整理ができちゃった。 ところが日本の弁護士はそれをやらないの、ね、彼らは自分たちでそういうことをまとめる力あんまりないから、何するかといきなり訴えたりとかして、で、交渉の場合に訴訟で相手を引き出したと、裁判官に争点整理をやってもらって、あるいは和解勧告をやってもらったりとか、裁判官もね、そのほうが、ね、楽なの、判決書書くの面倒くさいから、もうはっきり言うけど、放送、実務放送官の慣れ合い。 それでもまだ裁判官の方が小刻みな定期的人事上で法律家としての能力やだめなやつがチェックされちゃう。悪い面もありますよ、処理件数の上昇のために、冤罪事件、非公訴とかね、いろいろあるんだけど、あるいはイデオロギー統制を受けるとか。でも、法律家としての実務能力は弁護士なんかよりさばやかなはるかの上ですよ。弁護士は既得権益の上にあぐらかいて、でまあ、わ悪いけど私は日本の法律家と少数者に対して、一個なりの尊敬も。 一般的にはですよもちろん優れた弁護士は何人かいますあの過労死、過労自殺ずっとやってた川人さんとかね、そういう人たちと私はあいろいろこれからも交流してきましたけど、そういう数少ない例外はいますけど、日本の法律家と称するものは、特に合憲犯と称する弁護士たちは、口先で綺麗なこと言ってるけど、実はもう、さっき言った、私のよく使う言葉頭は左、財布は右です。 でそういう人たちが日弁連と称する団体使って何言おうと、そんなもの信用しちゃいけません、もっと皆さん、自分個人が持っている普通の日本人としての良識で、憲法を突然と読んでください、さっきこの本に載せたような法律、難しくも何ともありません、通常の日本語で書いてありますから、それ読んだら、えなんでこれがこんな風にねじ曲がっちゃうの ?13 条のどこを読めば、戦力 OK なんて読めちゃうの それなん特別の戦利眼的能力必要なの私たちが持ってないのはおかしいのあの人たち弁護士さんはそういう超能力持ってらっしゃるのそう思うはずですよ。そうそれで超能力。<laughs> ね、なるほど、そう言われるとなんか、ほっとするっていうか、納得するっていうか、なんか変だなって、私も湯木さんに読め読めって言われて、読んで、もう、公選権のところでもう混乱して、公選権って一体何なんだろうって。 その公選権の話ね、だからライト・オブ・ベリジレンシブ・ステイツってね、まだこれウェブ、ウェストファリア的なステイツがついてるでしょ。公選権というのは、えー、ステイツ、つまり国家に属するものなんだけど、あのそういう考え方、今国際はしないんですよね。だからあの国家じゃなくて、パーティ・ーとアームド・コンフリクトっていう言い方をするわけです。つまり国家以外のものも国家と同等に後戦主体になる。これは正確に言うと1977年のジュレーブ諸条約第1次第2期定書。 これがねまたね日本人理解してくれないんですよ軍と呼ぼうがなんと呼ぼうが国家に動員されたら全部戦力なんですこれもう40年前の話ですよね<う>こ,れこれさ日米で理解してくんないんだよど,どうしたらいいの政治家も絶対理解してくんないしこんな簡単なことがかそれでさ自衛隊をタイにし軍にしちゃいけないとかさ、ね、あのサンダーバイオルにしろとかさそ,その議論になってるわけ今。 関係ないんだよ、国際語は。どうしましょうあの、またさら、法律家的な難しいこと言うでしょもういい勝負ですっていうか、いや、先生普通ならね、僕が法律家的な難しいこと言って、うんうんうん。勢崎さんが分かりやすい日常言語に翻訳してくれないけど、僕は勢崎さんの難しい法律言語を、僕が分かりやすい。じゃあ、分かりやすく言うためにね、要するに、公選権、要するに公選団体。 さっき言った抗戦法規が適用されるのは国家だけじゃないの、抗戦団体なんですよ。で、それはあの普通のえ民間人の集団が武装をしてパレあのあのゲリラやろうが、いわゆるテロリストであろうが、みんな抗戦団体で、それに対する例えば多国籍軍が何かあることも国際抗戦法規の対象になるんですよ。だそういう意味では自衛隊が武力を行使すれば、それは戦力であると言おうが、な,ないと言おうが関係ないんですよねそれで一つね。 僕が最近見たね映画の話、これ分かりやすいから、日本で公開されたのかどうか分かんないけど、私、この8月の下旬からあのー、北大で仕事があって、出張してね、で泊まったホテルはね、わりとね、新しい映画は見られるのね、<ー>そこで前から見たいと思ってた見らけど見られなかったね、あのー、日本の砲題ではアフガンキャンプっていうんだけど、本当はあのオランダキャンプっていう、<ー>あのカンプ・ホランドってオランダの映画です。 これはあのアフガン戦争の時ですよねその、タリバンとあれのスタモンでやっている時に、非戦闘民間人をまあ守るって、多国籍軍があアフガニスタンに、こ、ま、れ、あ、ことイサイさん、詳しい話だけど、あの中であのオランダ軍、多国籍軍の一部としてオランダ軍が派遣されるんですよ。でこれは実際にあった話を、まあ、多分た、多少映画的に拡色したあの、ご覧になりましたカ、うん、カンンンンホホララドドいや あのそれで、どういうことかというと、結局、タリバンは女の子に教育しちゃいけないとかあるじゃんね、それで女の子の学校を運営して、そこをそのオランダ軍が保護してたんだけど、主人公になる兵士は、ものすごくそういう使命に熱心なんだけども、の彼の上司の軍曹だったかな、なんかはやっぱり。 ROE だけ、ルール・オブ・エクシェンジ、要するに国際法規をさらに具体化したものを厳格に守ると、敵がテロリストであれ、えーね、タリバンであれ、なんであれ、あの非,非正規のここ国家的な公選団体であれ、国際公選法規は守らなきゃいけないと。で、でそれあまりにも慎重にやった結果として、その女の子の学校が襲撃されて、いろんな大人の教師が殺されただ,だけじゃなくて、 小さい女の子が見せしめ的にくびにされるわけね,このね、それに激したその主人公があ夜、また攻撃を受けたときに、たまたま攻撃終わった後そばにいた少年、まあ、少年かどうか本人はよく確認しなかったんだけど、戦闘員だと勝手に自分が考えて、軍曹の許可を無視して殺しちゃうわけですよ。で、そのことが、しかし、軍法違反だと。 軍法というのは要するに交戦法規違反の行為を裁く国内法体系ですから<生>オランダ軍はちゃんとオランダ軍の軍法を持っている。イサヤさんがよく言うように多国籍軍は地位協定を派遣先の国と結ぶから多国籍軍隊には治安法権なのその代わり交戦法規違反の行動した場合には自国の軍法で裁かれるの。オランダ軍の軍法は極めて厳しいものでした。結局その 兵士がそのオランダ軍の軍法会議にかけられていろいろ厳しくやられるんですよねでで。ところで彼は嘘ついて軍曹が許可したとか言って軍曹もそれを部下を守るつもりなのか否定しなかったのが後でばれてねというようなそういう映画ですよ。うん、それを見たらいかに敵が非戦闘員のゲイラ集団であれなんであれその派遣された多国籍軍の一つとしてのオランダ軍がこの国際交戦放棄をものすごく意識して。 適用しているかかととうことがよくわかりますそれに比べると、我が法はって話ねこれは伊勢崎さんが言っている、あの本当に自衛隊は、まあ、同じように他国軍などとしていろいろ南スーダンなんかや,やりながら、ね、日本の9条2項で抗戦しないという建前になっているから、国際抗戦法違反の行動を裁く国内法体系が欠損しているわけですよで。そのまま派遣して、しかもアドホックな、ね、随時的な使命の派遣じゃなくて、今や、 ジブチに自衛隊の常駐基地があるわけでしょ。あのジ,ジブチ、地図でこの前見たらびっくりしたけど、あの航海と挟んで、アラビア半島のこっちにイエメンがある。イエメン、今、ものすごい内乱状態でしょ。本当、目と鼻の先ですよ、ジブチは。あそこに自衛隊がいるとイエメンの紛争がいつ飛び火で来るか分かりませんよ、これ。もう自衛隊が軍事衝突に巻くまれリスクって、ほんのちょっとしたことでしょっちゅうあるわけです。そこに 自衛隊の武器使用行動が交戦法規違反になった場合、それを裁く国内法体系が全くない、だからもう悪いけど他国の人国民の人権なんかどうでもいい、うん、日本の国を守るために、ね、自衛隊が必要ならば置いておけばいいというのが日本の条件、しかも5派までそのロジックになっている。 不整備という空白ですよもう、空白ね、の状態で戦力をあそこに置くってことは、とんでもないことだから、一刻も早く撤退させろって、でそれで野党がまとまりゃいいじゃないですか、まとまらないんですわ、憲法問題になるから、い,い方を考えなこうだ、だ、だ,だ、だ,だ、こんな分かりやすい、これ、安倍政権に対して最大,のな最大の武器になるはずです、本当だ、本当本当だ、本当 間違ってんだから、国際法的に間違ってんだから、よあの、法制もりいんだから。ね、これ詐欺でしょね。だから、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 みんな、なぜ一致団結して。自衛隊を今すぐ返すてですそれ、なんでまとまらないんですか。それで、ね、安倍改憲に反対みたいな。なんでそんなことで。まとまろうとするの。あの、僕はね、うん、要する今の実態、われ、伊勢崎さんにしろ、僕にしろ。もうずっと言ってる。まこの本の前にも。 今日毎日無償版の名古屋さん来てるけど、彼がいろいろやってくれた、属国の救助とかいろいろあるのだね、まあ、あずっとこの言ってるそういう実態認識が、もう相変わらず、護憲派の人たちによって無視されてる、で彼らが言う論理は何かというと、今、憲法なんかどうでも問題議論してる場合じゃないだろうとか、で山本さんがかこういう活動をしてるに対して、山本さんを支持してるはずの護憲派層の中から、すごい罰金が起こるの。 その時の定型的な文句が、まあ、安,倍安倍会見に乗るっていう話もあるけど、実は安倍会見は合憲派に妥協して92個を残してるわけだから、実は合憲派が喜んでるんですけど、それは置いといて、なんだ憲法、を今帰るのに喫緊の問題じゃない、それより経済問題だとかなんとかね、ね他のことが重要だって言ってるのね、そういうに言えるのは何かというと、この世界有数の自衛隊、いいですか。今 非核保有国の間では韓国軍と並んで世界最強の軍隊です、国際的な軍事評価では。これがねった武力衝突に巻き込まれたら、らこれ巻き込まれてきたんです、実は。で、その時き、ね、自衛隊員が武器使用した結果として、非戦闘員を巻き込んだようなことがあった時に、その行動を裁く国内法体系がない、世界有数の武,力武装組織である自衛隊を、 それを統制する国内的な憲法規範もありません。で、公選法規を具体化する一般の法律体系もありません。そのままこれを放置していいっていうのは、これ、危機感がないのね。要するに、他国に迷惑かけても大丈夫だ。それで自分たちが安全であればと思ってるのよね。それがまず一つね。しかもそれはしかにね。 他国に迷惑をかけるってことは自分たちが安全であることを保証しないんですよ、そういうことであれば、日本にもうはっきり言ってかつてイスラム国は日本を敵国だと、イスラムに対する敵だとはっきり認知してるし、もう日本自体がある意味で他の国々から自分たちに対する攻撃への加担国だと見なされる、そういうリスクが冒されてるんですよね。 でこれは海外に自衛隊を派遣しするだけじゃなくて、この本でも言ってますけど、日米安保体制、で日本は米軍に対して基地および世界有数の兵隊ネットワークを提供しています、でもうそのことだけで、自衛隊が海外に派遣されるかどうかは関係ないしに、そのことだけで自衛隊が在日米軍基地から飛び立って他国を攻撃した場合、日本はそれに対して加担したとみなされるんです。 もつやると、さっき言った、公船放棄が中立国家にえ与えてる保護ね、中立国家を攻撃しちゃいけない、それを日本は中立国家ではありませんからイラ、僕はベトナム戦争の頃から言ってるけど、イラク戦争に関してもまさにそうですが、事故処理にありました、あれで、日本は自衛隊を派遣するかどうかに関わりなく、米軍に対して基地提供、兵站提供をしている、その一言をもって、すでに、 国際法戦法規上、追立国に与えられる保護を剥奪されてるんです、自衛隊が、アメリカが勝手に始めた戦争の加担者、奉助犯にさせられちゃうんです、で、今、北朝鮮は日本に届くミサイルを持ってますけど、ベトナム戦争の時ホーチミンが同じようなミサイルを持ってたとしたら、それを使って在日米軍基地を攻撃したとしても、これは北ベトナムの正当な国際法上、正当な自衛権の行使なんですよ。 そういうリスクを我々は負っているという意識が全くないんですよね。で、なぜこの日米安保の、しかも日本の意思、関係なしに、あの始められちゃうんですよ、米軍は。この今の日米地域協定をの具体的な運用に関わる合同委員会の合意事項の中で、直接米軍、残時米軍基地から行っちゃいけないけど、第三地域を買いにゃガムをガムを警備しななら、日本の政府の同意はいらないんですよね。 そうすると日本政府は自分たちの同意を無視して勝手にアメリカが始めた戦争もその共犯者として加担させられちゃうんですよ。そうすると攻撃を受け入るんですよ。だからこれは今こんな憲法なんかどうでもいい、まあ、安全なんだから放っとけきゃいいじゃないかとそういうところじゃないのよこんな危険な状態を放置しておくのはダメでしょってことなんですよ。自分たちにとって危ないのがそれと何よりも国際社会に対して 日本が持つ果たすべき責任を完全に無視してるんですよね、これ OK だって言ってるセンスがわからないわ。なんかもうドキドキしてきましたけど、なんか、神話だったんですね自衛隊はそのはその神話を広めてるのが憲法学者であり、うんうん、弁護士であり、うん、いわゆる知識人と少数連中なんですよ。 もう原発が事故ったとき、原発神話がいかに恐ろしいものだったかっていうのを、後から振り返って、ゾッとしましたけど、今まさに自衛隊神話の中に、憲法神話の中に、私たちはいるっていうことなんです、ね、あのその神話ねあ、井上が勝手に言ってると思わないようにね、さっき言った、この本でなぜ法律を引いたかって、皆さんに最低限知ってほしい法律にの、入手したのよくこの場を変えて、やっぱりこれはぜひ皆さん、自覚してほしいから言うんだけど。 自衛隊は戦力じゃないという時の理屈としてね、あれはまあ警察力もどきのもんだと、要するにこれも実際、あの作さんよく言うけどもね、あのネガティブリストとポジティブリストね、でネガティブリストっていうのは、普通の軍隊に適用される、要するにさっき言った国際交戦法規等で、やっちゃいけないとい、明示的に禁止されたこと以外はやれるんですよ。 非戦争に対する無差別攻撃ととかそういういことやっちゃいけないとはっきり言われたこと以外はやっていいんですよで。ポジティブリストってのは逆に、はっきりこういう場合には武器を使用していいという場合しかできないんですよ。明示的に許可されたことしかできないんですよ。で一般に警察はポジティブリスト。はっきりやっていいという場合にしか武器使えない。ね、ところがあ、軍隊はネガティブリスト。で、ご検はじめとして、できた保守政権も 自衛隊は戦力じゃないっていう時の理屈ととに使ってたのが、自衛隊はネガティブリストじゃなくて、ポジティブリストで起立されてるから、軍隊じゃなくて戦力だって言うんです。これは全くの嘘なんです。<laughs> 軍隊じゃなくて戦力だ、ね、意味が分からなの軍隊じゃなくて警察だと言ってるあ<ー>、うんありがとう。えーうん、警察だと言ってるのは、これはあの全くの嘘ですあの。自衛隊法の中で、自衛隊が出動する場合はいくつか挙げますが。 大きな場合として、治安出動というのと、防衛出動ってあるんですね、うん、治安出動っていうのは、国内で暴動が起こったとか、例えばオム真理教が本当に、ね、あの革命を企てたとか、こういった場合に国内の治安を維持する、それは普通、警察がやりますが、警察だけでは足りないときに、自衛隊が警察力を補完するのね。 まあこういう場合はいわゆるポジティブリストです、警察力として行動するから、自衛官が武器使用しているのは、警視法に定められたこれこれに加えて、次のこういうこういう,う,いう,う,いう場合だって、はっきり書いてあります。はいえー、この後ろの端末資料のね、ネガティブリストだから戦争犯罪が厳しく、ね、そういう理屈だけど、その理屈は嘘だってこれが言いますが、はい、自衛隊法90条っいうのは、治安出動の場合ね。 それはこのもう長いから引用しませんけど、しかし、今問題になっている外国から攻撃を受けたとか、日本の防衛のために武力を行使すれば、これは治安出動とは別に防衛出動というんです、それがさっき言った自衛隊法76条が定める要件の下で、えー、首相が防衛出動命令を出して、各、まあ、議で自後承認したりしてみますけど、そうするとね、次が重要なんです、自衛隊法第88条ってある読みますよ。 これが防衛出動の場合です。治安出動じゃないんですよ。はい、第76条第1項の規定により、つまり防衛出動を定める規定により、出動を命ぜられた自衛隊は、我が国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。一般的に武力行使を受験しちゃってるの、これ。その上で第2項、全項の武力行使に際しては、国際の放棄および関連によるべき場合にあったこれを遵守し、かつ、 事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えてはならないものとすると、2項はいわゆるネガティブリストです、国際公選法規で。必要最小限を超えない,のはどういうこということだから。一般的に、いいですか、主語は個々の自衛官でゃありませんよ。自衛隊という組織が我が国を防衛するため、必要な武力を行使することができるって、一般的に武力行使を受験しちゃってるんですよ、許可してるんですよ。でただし、国際公選法規は守ろうねって言ってる。 ネガティブリストでしかし問題はここ、他の国はちゃんとじゃあ国際公選法規を守るために国内の軍法、軍事警報や軍事司法システムをちゃんと封じさめてます。日本はどうか、自衛隊法上、防衛出動命令が出たら自衛隊はネガティブリストで通常の軍隊として武力を行使するんです。にもかかわらず、その公選法規違反の行動を裁く国内法体系がないの、なんでない9条2項で 交戦権行使しないというか、交戦しない建前になってるから、9条2項は交戦しないと言ってるのに、交戦放棄なんか作れるはずないじゃない。日本は自衛隊法で、自衛隊私がこの本の中でも繰り返して言ってるんだけど、自衛隊は法的統制でがんじがらめに縛られてるから、使えない軍隊だと思ってる人が多いのよ。 やっと分かってくれたかなと思ったら、1月2日に、だったかな、いや、山本さんと一緒に出た激論クロスファイアで、また分かってないなっていうふうに、自衛隊は法的統制でがんじがらに縛られてるか使えない軍隊じゃないんですよ、さっき言ったように、防衛室を命令出たら、ちゃんと使えるんですよ、ちゃんと使えるにもかかわらず、9条2項があるから、その公選行動を律する国内法体系がないの。 だから使えるけど、使っちゃったらやばいね、非戦闘員、誤射しちゃったら困るね、だから使えるんだけど、使うとやば,ない,やばいから、ただ使わないことにしてる軍隊に過ぎないんですよ。でもそういう軍隊も、ね、偶発的事故によって、武力衝突に巻くまれて、軍事力を行使せざるを得ない状況ってあるんですよ。私はこの本が、この本の、あ、この本だ。 の後書きは私が書いた、前書きはタ原ルさんが書いたけど、後書きで、もう皆さん忘れてもしれないけど、去年の12月に起こった事件、日本の排他的経済水域上に韓国の駆逐艦が来て、自衛隊の哨戒機がそれを警戒に来たら、自衛隊の哨戒機に対してレーザーを照射したでしょ、あれ、攻撃用のレーザーですから、レーザーを照射しただけで攻撃に着手したとみなされるんですよ、ロックオンって、ね。 これはよく言われるけど、米軍機やロシ,ア軍ロシア軍機が韓国駆逐艦にこんなことをやれたら即刻撃沈してただろうと、でも自衛隊はたまたまそういう攻撃を、ミサイルを持ってなかったのかどうか分かりませんけど、要はたまたましなかっただけ、であの時しかしたまたまその爆撃爆弾を装備していて、そしてその自衛隊員がパニックってやっちゃったとしたら、起こりえたことです。 でこれは、その時点では最近、韓国の関係はものすごく悪くなっているんで、GSOMIA も廃止したから、軍事的にも友好関係あると言えるのか分からなくなるけ当時は少なくとも政治的に対立しても、軍事的な友好国だ軍事的な友好国の韓国との間でさえ、こういう偶発的事故による軍事衝突のリスクがあるとしたら、言わんや、北朝鮮、中国、ロシアとの間で、そういうことはもっと起こりうるだろうって私は予測したん。そしたら この前何があったんですか日本でいう竹島、韓国は独っていうけど、ロシア軍機があそこの領空侵犯したじゃないですか。日本はあれは我が国の領だと言ってきたから何もしなかったけど、韓国は警報を何発も出しましたよ。本当に起こりうるんですよ。国家と国家が意図的なけ政治的決断を基づいて戦争が起こるなんて今は少ないかもしれないけど、偶発生事故による武力衝突はいくらでも起こりうる。 しかもジブチ、イエーメンという一番今、危険な内紛が起こってる。あれが原因でイラ,ンイランとサウジアラビアの紛争も起こってるわけだ。その目と鼻の先にジブチに自衛隊の常駐基地があるんだよ。なんでこの状態、このままほっといていいの一般国民がものを分かってないから大丈夫だと思うのはいいけど、それを OK だ、OK だって言ってる法律家、法学者と称する連中の。 この許し難い、まあ、よく言って、欺瞞だな、分かってるけど、欺瞞僕はそうだもんだ、ね、よもっと哀れだ、奴らは無能なんだって、最近思うことによって、私の怒りをややかわいそうな人たちだって、怒りの法哲学者から、悲しみの法哲学者に今変わろうと思って、一生懸命してんだけど、でもやっぱり、ななのかかどうですかねいやそろそろ曲、一曲、はい、曲行ってからブレイクじゃなくて、曲行ったらブレイク曲曲 ええー、<laughs> 曲、曲いって、このを見ましょうよ。ね、この、ね、熱くなったところを曲で沈めてくださいな。あのー、すいません、トランペッター申し訳ない。<laughs> あの、本当の平和的生存権からこれだっていう曲やりましょう。<ー><の>おう。つまり国家の暴力によって、伊勢崎さん、マイクマイク。さあ本当よ チリのビクトル・ハラーという、ね、あの詩人ですね、あのアメリカに支援された軍事政権によって殺されたあの有名な、えー、作家、ないし戯曲家、その人が作った曲、ね、つまり国家の安全保障国家の自衛という名のもとに殺される平和的、その人が書いたら平和的生存権ですね。ねだから本当に 国家の暴力と人権は絶対結びついちゃいけないよ、ね。ね